先行グループホールディングス。先行グループホールディングス株式会社は、東京都江東区潮見に本社を置く日本の総合物流企業である。貨物自動車運送事業のみならず、鉄道利用運送事業、会場運送事業、国際物流事業、倉庫事業など幅広い物流サービスを提供している。朝日火星、積水化学工業、積水ハウスが大荷主であり、 合成樹脂のバルク輸送や住宅建材輸送を手掛けている点も特徴である。2017年4月1日、持ち株会社に移行し、社名を先行グループホールディングス株式会社に変更、本店を東京都江東区に移転した上で、事業会社の先行株式会社を新たに設けた。緑会の会員企業であり、三和グループに属している。 ルーツは1916年、大正5年に発足した海運業者の富田商会であり、日本窒素肥料、現在の窒素、事業会社としては、JNC の原材料、製品の専属輸送がスタートだった。1941年、昭和16年に、日本窒素肥料の100%個会社となったことに、伴い、日窒運輸株式会社と、社名変更するとともに、 日日コンツェルンの一員として、その輸送部門を担っていったが、第二次世界大戦の敗戦により、1946年、昭和21年、財閥解体が発令され、一旦解散することになる。旧日日運輸社員は新会社の設立を決め、新たに大義協運輸商事株式会社を立ち上げると、共に、やがて社名を大義協運輸へと改めつつ、順調に業績を伸ばし、 旧日筆コンセルンの流れを汲む窒素、アサヒ火星、積水化学工業、積水ハウスといった化学、住宅メーカーを大荷主として、石化、樹脂物流や住宅物流をメインとする物流企業へと成長していく。1973年、昭和48年に社名をカタカナの先行に改め、愛前後してシンボルマークをグローバルアポロ、 コーポレートカラーを緑色と白色と朱色に定める。一目を引くクリスマスカラーの車体にアポロマークが描かれているという、現在の先行車両のスタイルが確立したのは、この頃である。近年の動向として、単に物を運ぶだけの運輸業からの脱却を目指し、流通情報企業という看板を掲げて、物流システムの情報化を強く打ち出している点が挙げられる。また、科学。 住宅系の安定を荷主に頼るばかりでなく、新規顧客獲得を目指した量販、小売等の流通ロジスティクス事業を今後の成長の柱と位置づけ、新規物流センターを積極的に開設している。さらにモーダルシフトに対応した内航海運事業や通運事業、荷主企業の海外生産に対応した国際物流事業、サードパーティーロジスティクス事業者として顧客による、 アウトソーシングの要請に応える物流コンサルティング事業にも注力している。セグメント別に見ると物流事業が7割弱の売上高を出し、商事事業等が残りの3割を占めるといった構成になっている。物流事業が主力であることには依然として変わりがないが、株式会社、丸富士、株式会社スマイル、アスト株式会社といった 近年 M&A により連結し会社化した企業の業績が寄与し、商事事業が急進している。設立時の大義協運輸商事株式会社という社名は日本窒素肥料のシンボルマークであった、戦後、教室という意味を込めて名付けられた。戦後の混乱による運輸事業の収入の不透明さのため、ジャ子などの産地直送を行う、商事事業を行う意図があり、 商事の二文字が入れられたが、社内外からの反対意見等を勘案して、三ヶ月後には、商事を取って、大義教運輸株式会社に改められた。現在の社長、ロゴマークは、1973年、昭和48年に、大義教運輸株式会社から、先行株式会社へと、社名変更した際に制定された。社は、アルファベット表記の社名、から、 S, s と k と取り、その二つを組み合わせて作られている。先行の車両や営業所等に描かれているグローバルアポロと呼ばれるシンボルマークは、1972年、昭和47年に、車両図書の変更と同時に制定されており、ギリシア神話の太陽神アポロが地球を運ぶ姿を図案化したものである。1972年、昭和47年に、 コーポレートカラーが、主色である明るい緑色、パントーン347と補色である主色、ホームレッドと白色に定められた。先行の車両の場合、下部を緑色、上部を主色、その間の部分を白色に塗り分けるのが通常である。主体となるのは緑色であり、車両に限らず単色で塗装する必要がある場合は、緑色が採用され、場合が多い。現在は、 従業員の制服も上着が緑色、ポロシャツが朱色に定められている。2017、平成29年度で約1905億円の売上高を上げており、先行グループホールディングスの物流事業セグメントにおいて現在最も成長性の高い事業分野である。この事業の具体的対応は顧客の業態、 受託契約内容によって千差万別ではあるが、主として量販・小売チェーンストアの物流業務を一括受託し、その納品代行センターを管理、運用することがげられる。すなわち、量販・小売チェーンストアでは、多くのベンダー、卸売業者から納品を受ける必要があるため、各ベンダーが、個別バラバラに納品すると検品等の作業に支障が、生じ作業の回を下げてしまう。 そこで先行が納品代行センターを開設し各ベンダーへ集荷に回りセンターに集められた商品を店舗ごとにピッキングしまとめて各店舗に対して納品するのであるこれにより各店舗側の検品作業等を軽減すると同時にベンダー側の納品コストを削減することができサプライチェーン全体の適正化を実現することができるとされている この事業への本格参入は、1985年昭和62、物流コンサルティング活動を契機として、大手ホームセンターの物流業務を受託し、その納品代行センターを開設したことを皮切りとする。ここで蓄積したノウハウをもとに以後積極的な営業活動を行い、両販・小売チェーンストアに対する 3PL 事業者として、一定の地方を築くことに成功した。 特に、イオングループの物流業務受託は、先行グループ内において大きな位置を占めている。イオングループはその戦略物流構想を実現するため、福山通運株式会社や株式会社日立物流等と並び、先行にも物流センター運営業務を委託している。これに応じて、先行では、イオングループの物流業務を専門とする仙台北支店と、 札幌南支店等を設置し、東北と北海道におけるイオングループの物流業務を担っている。また、2011年8月には、関東主管支店にて、野田第一 p d センターを開設、さらに2016年8月に、厚木支店にて、西関東 LC を開設し、関東におけるイオングループの物流業務も受託している。また、2008年、 平成20年5月の市川ファッションロジスティクスセンター開設や2009年平成21年7月の船橋ファッションロジスティクスセンター開設に代表されるアパレル物流は将来の主になると期待されており百貨店納品代行業務大手の東京納品代行の子会社化や H2O リテーリング半急半神百貨店グループからのエッサカ運輸並びに 阪神運送の譲り受け、オンワードホールディングスの物流市会社であった、アクロストランスポートの子会社化も、アパレル物流事業強化の流れに属している。2017、平成29年度の売上高は、約599億円であり、1961年、昭和36年に、積水ハウス、滋賀工場の創業開始と同時に、本格参入し、現在では、 積水ハウス、積水化学工業、旭化製ホームズ等のプレハブ広報住宅、ユニット広報住宅の外装材、内装材の搬入を主として受け負っている。積水ハウス関連の住宅物流事業は、鉄骨部材や外壁、床下地材に始まり、建具や洗面化粧台等の内装部材の現場搬入も手がけているのが特徴である。近年は、 建築現場への搬入のみならず、隠し材メーカーからの調達物流の拡充に力を入れている。また、環境意識の高まりに対応すべく、積水ハウスと共同して建築現場から出る廃棄物のゼロをエッション化を達成した。さらに、荷台を切り離すことができる脱着車の導入により、運行効率の改善と、近隣クレームの削減にも取り組んでいる。積水化学工業が、 積水ハイムや通遊ホームといったブランドで展開するユニット、広報住宅関連の物流事業は、ユニット化された鉄骨ラーメン構造のボックスをそのまま運ぶことが必要であため、運搬は基本的にハイム専用車で行われることが特徴である。朝日ヒ火星ホームズがヘーベルハウスのブランドで展開する、プレハブ広報住宅の物流事業は、1分刻みのスケジュールが組まれた。 外装材の G ーと搬入が特徴である。これにより、原則として現場に外装材を仮置きすることなく、荷台から直接外装材を吊り上げ施工して、施工工務店の負担を減らし、工期の大幅短縮が実現した。また、キッチンや洗面下粧台等の内装材の搬入においても、荷ほどきや階装上げを配送ドライバーが行うなど、 思考工務店の負担を減らす工夫が凝らされ後期の短縮に貢献している。なお、朝日成建材株式会社で生産されるアルク等の建材は、朝日成、ホームズ以外の住宅メーカーや工務店に対しても供給されており、これら一般にのに対する建材供給も先行グループで受けている。さらに近年では住宅物流業界全体が、 共同物流化へと大きく舵を切る中、これらに筆コンェルン期限の住宅メーカー、建材メーカー以外にも事業範囲を拡張すべく、その他の住宅メーカー、建材メーカー等への営業活動に力を入れている。また、建材輸送に強みを持つエラインアマノの事業を譲り受け先行エラインアマノ株式会社を設立したことも、住宅物流事業強化の流れに属している。 創業時に日本窒素肥料で生産された流案を運んで以来、化学合成製品の輸送は、創業といえ、2017、平成29年度の売上高は約678億円である。主要な荷主である旭化成製ケミカルズ、積水化学工業高機能プラスチックスカンパニー等の工場に付随するように、水島臨海工業地帯や川崎市、 一原市等のコンビナート地帯に営業所を設けている。合わせが多い。輸送する製品としては、これら各社から、アンモニア、火星草な等の基礎原料、アセトニトリル、スチレン等のモノマー、ポリエチレン、ポリスチレン等のポリマー、さらには、高機能合成樹脂製品等の輸送を受託している。したがって、基礎原料を運び生産されたモノマーを、ポリマー生産工場へと運び、 さらにポリマーから生産される高機能合成樹脂製品等を運ぶとい合成樹脂製品の上流から下流までの物流を一貫して担うこととなっている。なお合成樹脂のバルク輸送においては従来はフレコン充填による平らボディトラック、ウィングトラック輸送が通常であった。しかし近年では積載効率の向上、荷主側設備負担の軽減、 二酸化炭素排出量の削減、異物混入防止等を目的として、樹脂バルク専用コンテナや、特殊シャーシを開発しコンテナ輸送化を図っていっ先行商事株式会社を中核企業とし、2009年、平成21年の株式会社丸富、フ2011年、平成23年の株式会社スマイル、2013年、平成25年のアスト株式会社などといった。 近年 M&A により子会社となった企業に加えて2008年平成20年に設置された先行の貿易部を含む事業が生じ貿易事業である。2017平成29年度の売上高は約1393億円であり、近年売上高が急進し流通ロジスティクスに次ぐ柱となっている。先行生じは 先行グループ内における購買機能を担うとともに、石油販売事業に強みを持っており、その他丸藤は生協向け生活雑貨、スマイルは放送資材、アストは紙製品、紙原料などと、それぞれの専門分野において強みを持つ専門商社の集合体となっている。百七十八年、昭和十三年に進出した引っ越し事業は、現在では、 主として子会社の先行リビングプラザが担当している。2013、平成25年度の売上高は約31億円であり、引っ越し業界では第7位である。陸運業大手の日本通運やヤマトホールディングス、引っ越し専業の境引っ越しセンター等と比較すると10分の1程度の規模であり、引っ越し事業のイメージキャラクターや CM も存在しないため、 一般消費者に対する引っ越し業者としての認知度はあまり高くはない。しかし、住宅業界大手の積水ハウスや積水化学工業、旭化成ホームズ等との密接な関係を活かし、これら各社の新築住宅への引っ越しを多く受託している。また、法人向けの営業にも力を入れており、事務所や工場の移転、マンションの一斉入居等においては一定の地方、 気づいている点が特色と言える。このように、対企業向け事業の多い先行グループでは珍しく、一般消費者と直接向き合う事業であるため、先行グループ全体の売上高に占める、引っ越し事業の割合は、あまり大きくはないものの、その存在感は小さくはない。クレフィールコ東は、1996年、平成8年に、 創立1 0周年を記念して、滋賀県古東町、現在の東大見市に開設された、総合教育研修施設並びに、その運営にあたる子会社の名称である。略して、クレフィール内市クレコと呼ばれることがある。名神高速道路沿いに作られた、施設の総面積は、約27ヘクタールであり、主として、宿泊施設と交通安全研修施設とから、 構成されている。これらはいずれも先行グループ内での利用に限らず、一般の利用に供されている。宿泊施設は全67室あり、レストランや大小園会場、多目的グラウンドや全24コースのグラウンドゴルフ場等を備えている。また、大小9つの会議室を備えた研修棟も併設されており、各種研修や会議、 あるいは先行グループの入社式等に利用されている。交通安全研修施設は、最大傾斜角27度のバンクを含む一周約1100メートルの高速周回コースや雨天時の急制動を体験できる制動訓練、コース、フォークリフト技能研修施設等を備えており、乗用車、トラック、バス、フォークリフトといった各種車両の実技研修を行うことができる。 先行グループのドライバーやオペレーター、さらに事務系社員の入社時研修等に利用され、安全、環境に対する意識レベル、技能レベルの向上が図られている。近年新規事業の開発にも力を入れており、農業、先行スクールファーム取取り、介護、軽阪なヘルパーステーション、飲食サービス、音楽配信サービスを含め、多くの事業に投資を行っている。 以上125社。なお、以下の企業とは、資本上、業務上の関係を有しない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。